奥まで来た感じ。しかしクーロンって何度来ても危険な香りがするよね。安心してよ、ノキアは僕たちが守る。電脳空間ならノキアと一緒にいられるからね。アグモン、ガブモン、あんたたちってば本当に。ねえノキア、ちょっとあれ。桜は俺が。ちょっとストップ。あんたたち何やってんのよ。その光るあれは何よ。まさかこのご時世に拷問とか。おいおい、なんだよ姉ちゃん、こいつの知り合いか。なんてひどいことを。許せない。許せない。だったらどうするの。やるの。やっちゃうの。そうよ。やっちゃうのよね、君。さすがは電脳探偵。よし、やっちゃえ。ノキアはやっちゃわないの。そうよ。私はやっちゃわないのよ。そうだよ、危ないしやっちゃわないよ。ノキアは安全なところで友達が戦うのをただ眺めるだけだよ。え、それって本当に友達なの。友達ってそういうものなの。あ、私ってばなんかマジで DMN な感じじゃん。てか、ちょっと、僕らの存在ガン無視ですか。ふざけんなよ。しまえ、おれ。文句あったこれ。桜の居所を知っているんだ。わかったわ。アグモン、ガブモン、かっけーん。ジョージー、あれをよこせ。早くよこせ。あれですね。出た、送りましたよ。じゃあ何？君はサクラッチの居場所を探るためにデジモンキャプチャー詐欺にわざと引っかかったってこと？けどこの通りまんまと返り討ちだよ。けどさ、そんなになってまで手に入れたかったデータって一体何なわけ？なあ、お前にこれを。
それがデモンズのアジトだ。きっとそこにサクラも。あっかん。ちょいと無茶しちまった。アカウントがボロボロだぜ。けど俺のことはいい。早くサクラを見つけ出してくれ。ガッ。あとは任せた。ねえノキア、どうしてあんなに盛り上がってるの？それはね、彼らが思春期真っ只中だからよ。思春期真っ只中？青春一直線とも呼ばれているわ。青春一直線？それって前に言ってた中二病とは違うの？そうね、似てるけど、中二病があれやこれやでジョグレス進化すると青春になるの。ふーん、よくわかんないけど人間って面白いね。うん、そうよね。よし、いざ勝負！君の実力を見せてよ。
自体は悪くないんだよね。あれ、私ってばなんだか体が…うわ、私ってば危うくダークサイドに。え、サクラッチの居場所が分かった。よし、行くよ。サクラッチ、助けに来たよ。おいおいおい、フワユー、なんだてめえら。俺様の悪魔巡礼に殴り込みた。いい度胸てか、ある意味逆にロックじゃねえか。うおてか、おめえあん時のデジモンごときで目くじら立ててたアイホエールガールじゃねえか。アイホエール、ねえ君、意味わかる？うわ、目くじらだからアイホエールとかって、サップ、超絶サップ。って何してんのこれ。これってテレビカメラ？ひょっとして今まさに絶賛DJ 中ってこと？ちょっと待って、それって今私の顔が全国のお茶の間に？私まだ準備が。謎の超絶美女としてランチタイムの話題を独占する心の準備が。バーカ、そのカメラは俺様だけに向けられてるんだ。俺様の魅力だけを映し出すカメラだ。けど街とかで流れてた映像は PV だったのに。ライブはな、生で聞かねえと意味ねえんだっつーの。この悪魔の藁人形たちはよ、 PV の魅力に疲れてここまで聞きに来たのさ。今によ、もっともっと大勢の悪魔の藁人形がよ、俺様の音を聞きに来るぜ。何言ってんのよ。この子たちがここにいるのはあんたの PV に込められたサルモネラ効果だってネタは上がってんだからね。はあ、んだよその効果は。それ言うならサブリミナル効果じゃねえ。そう、それよそれ。マグモン、ガブモン、そのカメラ壊しちゃえ。ああ、信じらんねえ。 UFO アイぶっ壊してんの？それはあの人が俺っちにくれたんだぞ。大事な大事なスイートメモリーなんだぞ。あの人が俺様の曲をもっと大勢の人間に聴かせるべきだって言ったんだ。あの人が俺様はもっと人気者になるべきだって言ったんだ。あんたのその失敗した歌舞伎役者みたいな顔をこれ以上お茶の間にさらすわけにはいかないわ。あー、失敗した歌舞伎役者だ。それか、なんか有名なバンドのパクリでしょ。アメリカとかイギリスとか、なんかそっちの欧米的な方面の。確かリップだかキックだかルージュだかベージュだか。はぁ、パパパパパパクリなんかじゃねえし、許さねえ。いや、許せねえ。今度こそ絶対に容赦しねえ。アグモン、ガブモン、準備はいい？今度はみんなで友達を助けるのよ。え、けどさっきは。すっげりゃソウルライブの終幕だ。Bye.
らほら。これが本当の友達の姿なんだね。くっそー、なんで俺様がこんな目に遭わなきゃいけねえんだよ。わおわお、俺様はシンプルに単純に俺様のロケンロールをたくさんのオーディエンスに届けたかっただけなのよ。せっかくあの人が協力してくれたのによ、合わせる顔がねえよ。わわお、あんたさっきからあの人あの人言ってるけど、あの人って誰なのよ。あの人って言ったらあの人だよ。リエお姉ちゃまだよ。リエお姉ちゃま、君知ってるの？そこまでだ。え、あんたたちはジミー・ハーン、どうにもこうにも情けない姿どすな。バッチはそもそもアンさんみたいなパチモを使うこと自体反対だったんどす。ちょ、ま、い、な、あ、ロッケンロール、こういうの汚い花火って言うんでっしゃろうな。深入りは禁物どす。ブサイクなお嬢はん。え、ブサイクって私のこと？バーカバーカ、ブサイクじゃないです。ブサイクって言った方がブサイクなんです。っていうか深入りってどういうこと？それってあんたたちがこの件になんか噛んでるっていう。ブサイクなくせに無駄に勘のええお嬢はんどすな。その減らず口塞いだります。遊んであげますよ。
それくらいにしておけ。あきまへんあきまへん。こないな程度。この動物のアホ娘には全然答えてまへんわ。やめろと言っている。それとも君まで僕に逆らうのか。ちゃいます。そんなわけあらへん。わちがあんたを裏切るわけあらへん。いけず言わんといて。今回のことは僕の不始末だ。すまない。彼は純粋に客を呼びたくて電波ジャックという方法を使ったんだ。神城の連中にそそのかされてね。神城？それじゃあ結局あの男も神城の駒の一つに過ぎなかった。それらのアイディアを吹聴したのかおそらく岸辺リエ。電波ジャックを可能にするプログラムを渡したのも彼女だろう。それじゃあそのことを地味犬に証言させれば。それはできない。なぜなら彼はあくまで彼の意思で行動していたんだからね。ご催眠で少女たちを操っていたように彼自身も巧みに操られていたんだ。てかユーゴ、君はどうしてそんなこと知ってるわけ？不細工なお嬢はん、言いましたやろ、深入りは禁物だぜ。君の端末に現実世界の少女たちが集められている場所の位置情報を送っておく。後始末をさせてすまないがよろしく頼む。行こう、フェイ。ちょっと待っておくれやす。わっちは弱いもんと不細工なもんが好きで好きで仕方おまへん。壊しとうて壊しとうてたまらんくなるんどす。次終わったら手加減しまへんで。なんなのあの女。ユーゴといい神城といい、なんだか複雑なことになってきちゃったね。そうだった、地味犬の悪魔巡礼のみんなを助けに来たんだった。サクラッチ、ポメラニアン効果のみんな大丈夫？なるほど、では無事にサブリミナル効果で洗脳された連中を助け出せたわけだ。けど入院だなんて。心配することはねえ。高催眠の暗示なんか専門家ならすぐに解けるはずだ。それより君の方こそ大丈夫なのか？ハッカーたちに手ひどくやられていたそうだが。俺は全然大丈夫だ。そんなことより俺、さくらんとこ見舞いに行ってくる。やっぱりどうしても心配なんだ。春が青いな。さてと、事件の核心部分について聞かせてもらおうか。うん、君たちの報告をまとめるとつまりこういうことになる。デモンズと神城は共謀していたと。しかし一連の事件全ての背後に神城があったとすると、その目的は一体何だ？我々は何かを見落としている？それともこれから我々の前に姿を現すのか？情報の少ない今の時点で結論を出すのは危険か。見落としているのか、これから現れるのか、2つの可能性に留意し調査を進めていくことにしよう。今回はご苦労だったな、白峰ノキア。君にも礼を言っておこう。はい。ねえ、ちょっといいかな。外で話したいことがあるんだ。外で話したいことがあるか。これも春の青さですね。それはそうと、おじさん、
例の上城とナイルコープの一件、何か進展は？まあそう焦るな。今慎重に外堀を埋めてるとこだ。ほら、昔から言うだろ、聖手はことを子孫じるですね。あのね、私ね、私あのハッカーたちのこと絶対に許せない。あんなに可愛らしいデジモンを手足のように奴隷のように好き勝手使うなんて、それにデジモンたちが哀れで不憫でかわいそうで、実は私君のこと見てたら自分も何か行動しなきゃダメだって思ったんだ。ただ見てるだけじゃダメなんだって、こんな私にも何かできることがあるはずだって。今は具体的に何ができるかは思いついてないけど、ひらめいたら真っ先に君に知らせるから楽しみにしててよね。よーし、やるぞ。私のエルカワボディに秘められた力を最大限に引き出すの。チラミネノキア。